さあ、やっていきましょう。ホイトプロデューサーを実況ね、今週もやっていきまーす。今、イベントメヌエットってのは、メヌエットってのが始まったみたいなね。9月8日から9月14日だから、まさに、まあ、始まったばっかしですけどね。メヌエット。モーツァルトの曲だっけ？ピアノの練習曲だったような気がするが。テンテラリラリン、タンタン、テンテラリラリン、タンタン、タンテラリラリン、タララダ、タンララララララン、タンタン、みたいなやつやね。やってるよな、多分。まあまあ、キラのイベントだから、まあ、スルーしてもいいでしょう。じゃあやっていきます。今週もね、さっとね、さっとまず本編を祝っていく。本編をやっていくことが大事だから。イベントとかはね、じゃあじゃあやってるとね、話のつながりがよくわかんないからね、もうどんどんストーリーをね、ストーリーだけつなげていこうと思っております、最近はね。ストーリー終わって、余力があったら他のやつもやっていくという感じにしましょう。敵状況。くっちゃべってたら敵状況になってる。待って。で、ちょっとこれをこう、これをちょっとこう、小細工して、ちょっと大きくして、ね、ギャルゲーっぽい感じの画面の大きさにして、整えていく。はい。投げ。またげ、ハグ先輩に言われた通り、おとなしくしながら私は考えていた。今のような危機的状況を経ることで、予知能力が強まっている気がする。すべてはあの夜から始まったのだ。始まったらしい。あれ、これ結局何だったの？あの日、ハグ先輩が旧校舎の前にいた。冷たい目をした彼の手には拳銃が握られていた。ここを離れる。拳銃で戦うな。得意な能力者なんだから。わ。これどうにかしてほしいな。これ一回のあれに収まる分量にしてほしいんだが。文字サイズがおかしいんかな。もっちだ。これ字出してもな。私は必死に先輩の名を叫んだが、その声は荒れ狂う風の音にかき消された。そばにいたシモンが私をかばいよりたってた。そう、シモンかばってくれたんだよな。パン。拳銃の音がリアル。その時シモンは、彼は危険だと言った。私を信じることはできなかったが、先輩はためらうことなく私に銃口を向け、引き金を引いた。ハク先輩と信じられないんだよな。何の音？薬莢の音？ここはスクロールしなくていいのに、手でパタパタやってた。私はギュッと目を閉じた。ズドンという音が響くと同時に、私のすぐそばに2月の銃弾が転がった。銃弾って転がるもん。銃弾って転がるもんか。先輩が怒りの形相で近づいてくる。彼を見て私はただ立ち尽くすしかなかった。彼はシモンを見て冷たく言い放った。悪いが、こいつを家まで送ってやってくれ。わからん。ようわからん。お安いご用だよ。これじゃあ話の流れが全くわからんじゃろうが。シモンは静かに笑った。しかしその目は冷ややかでどこかよそよそしかった。二人は知り合いなのだろうか。私はぼんやりと先輩の顔を見上げながら、心の中は恐怖でいっぱいだった。俺はまだ用事がある。家に着いたら知らせてくれ。また夜連絡する。どうして？俺があの時撃たなかったら、お前も今頃はあの銃弾と同じように地面に転がってた。どんな感じだったかな。もうあんま覚えてない、あの辺りのことが。銃弾が2発ある理由も、怪我をしなかった理由も分からなかったけれど、先輩の目を見たら何も言えなくなってしまった。いつかちゃんと話してやる。だが今はまだその時じゃない。あ、今思い出してもまだ胸がドキドキする。今日の事件が私に教えてくれた。もう逃げてはいけない。自ら真実を追い求めようと。それならば、まずはこの間の剣を、この間の剣を聞いてみるべきだ。この間の剣。読みにき。私はアンナさんに、今夜は外食すると連絡を入れるため、携帯を取り出した。その時、カバンの中に何か光っていることに気づいた。携帯って言うかな？俺も最近までずっと携帯って言おうとしてたんだけど、携帯は携帯だろうと思ってたんだけど、スマホかなって思うようになってきた。携帯電話って、まあ、電話としてもなんかあんまり使ってないな。スマートフォンだよ。でもフォンでもないもんな。スマートボードになってるもはやな。携帯かみたいなね。携帯電話ではないよなっていうな。
ね、最近はスマホを持ち歩いてるっていうね、携帯を持ち歩いてるというか、スマホを持ち歩いてる範囲になった。これの、この今手に持って端末を何と呼ぶか問題でした。IC レコーダーだ。もしかして録音状態のまま？ふとあることを思いました。そうだ、あの時バッグを握った時に、スイッチが入ったんだ。スイッチが入るか。賞味どうだろうな。スイッチ入るか。心臓が大きく脈打った。これが証拠になるかもしれん。あの時からずっと、あの時からずっと録音されていたのであれば、男との全ての会話は残っているはずだ。しかしそうなると、白先輩との会話も、一気に頬が熱くなった。レコーダーの録音可能時間が長いことを初めて恨みしく思った。ほんまに録音できてるかどうかわからないのに。最後の部分を消去してから警察に届けようかな。届けようかな。何を届けるんだ。え、あ、いえ、何でもないです。私は慌ててレコーダーを背後に隠し、汗を拭った。早かったんですね。私今度はちゃんとおとなしく待ってましたよ。軽いなぁ、もう感じがもう。命の危機に瀕してたばかりやどりに、このメンタルの強さ見習いたい。私は先輩に見つかされるのは怖くて、視線を合わせないようにうつむいた。彼はそんな私にさっと手を伸ばし、前髪についていた砂を払ってくれた。砂はあんまり前髪につかん思うが。はい？先輩は私の手を取るとポケットからイチョウのブレスレットを取り出し、丁寧に手首につけてくれた。イチョウのブレスレットってどんな感じ？行動の誤解の入り口で拾った。おぉ、誤解。ごめんなさい、どこでなくしたかも忘れてしまっていて。先輩はそれに答えず、優しくブレスレットの留め金をはめた。長い前髪がすっきりとした鼻筋にかかる。ブレスレットって、首飾りのこと。でやってる。ブレストファイヤーっていうね、マジンガー Z の技があるからさ。ブレスってのは胸のことなのかなと思うんだけど、合ってんのかな。ネックレスとブレスレットって違うのかな。バカすぎる。この視聴者層を考えたら、この発言あまりにもバカすぎる。この動画の視聴者層を考えたら。彼のしなやかな手が私の腕に触れた。その指から伝わる熱が少しずつ上へと伝わってきて、私の頬が蒸気するのがわかる。うん。できた。な、ありがとうございます。引き戻そうとした私の手を先輩が掴んだ。また勝手なことして拉致されたら困るから。拉致だよこれはって言って。北大のアメフト部にさらわれていく。何もか答えられない。腕を振りほどくとことも忘れ、手を引かれるがままに歩き出した。刻雲は消え去り、眩しい太陽の光で前がよく見えない。光と影が絶妙に入り混じる中で見る先輩の影は穏やかでとても美しかった。言葉では言い表せない気持ちが溢れ出してくる。白先輩と初めて出会ったのはあの路地で見かけた時だろうか、それとも廊下に立たされているのを見た時だろうか。私を怖がらせたり不安にさせたり、決して優しいとは言えない少しミステリアスな先輩は、まるで爽やかな夏風のように私の雑念を吹き飛ばしてくれたのって。あ、先輩、聞いてもいいですか。先輩が私のことを知ったのはいつですか。先輩は何も言わずに小さく不敵な笑みを浮かべた。覚えてないな。めっちゃ目合わさんや。やっと勇気を出して聞いたのにそんな答え。不満げな私を見て先輩がまた少し笑った。その顔は覚えていないなど絶対に嘘だということを物語っている。なんかあるんだろうね、出会いのエピソードがね。ここ出会いのエピソードが語られ始めてしまった。急に高校3年の新学期、大雨の日の午後、雨宿りしているポニーテールの少女と猫の姿があった。少女の隣で座っている猫にはハンカチがかけられていた。あー、なるほどね。それは気に留めるほどの光景でもないはずだったが、なぜか目が離せなかった。そばに立っている彼自身が、その和やかな光景を邪魔しているような気がしていた。あまりにこれ、スラッと読みたいよ。さっと言っちゃうからさ。あまりにジロジロ見てしまったのだろうか、少女が彼に顔を向けニコッと笑った。純真で温かな笑みが彼の視界に飛び込んでくる。
ハクは自分自身に何度も問いかけた。なぜあの日のことがこんなにも忘れないのかと。彼女の瞳があまりにも澄んでいて引き込まれてしまったせいなのか、彼自身にもよくわからなかった。雨足は強くなる一方だ。少女はかすかに震えながら自分を抱くようにして両腕をさすっていた。おお、寒い寒い。ハクは急に何とも言えない気持ちになり、足元にあった空き缶を蹴り飛ばした。そして自分の上着を脱いで少女の肩にかけると、雨の中に走り去ったのでした。覚えてねえ。アザラ子覚えてなかった、このエピソード。結構なエピソードなのにな。こんなもんすね。現実こんなもんすね。彼女はその日のことを覚えていないようだ。ハクはギュッと拳を握りしめた。お前が俺を知る前から、俺はお前を知ってる。その程度のことかい。その程度のなんか言葉だったのか。もっと思いやりだと思ってた。こうやって戻します。なんか他人のなんか、他人、なんかもらえるな。制作しよう。なんか他人が誰かに、なんか気になってる子が誰かになんか優しい、いいことをしてるのを見かけるとめちゃくちゃ好きになるよな。わかる？わかるよな。これは普通の感情だと思うけど。和人。あー、ただの和人じゃないか。和人がすでに参加決定してる、ね、和人じゃないよな。これ、数人だな。数人がすでに参加決定してるにもかかわらず、突然出たくないと言い出した。どうしよう。参加者にメリットとデメリットを説明し、説得した。説得を試みたら拒絶されて諦めた。原因を聞いて心配事や疑問を解消した。一番下でしょうね。あ、俺動いてなかった、今。完全に動いてなかったな。はい。これ、最近分かったの、このゲームのルールが。共鳴ってところね、右上のね、ちょっと待ってよ。このね、共鳴ってところをポンと押すとね、どれがポイントアップしてるのかわかるですね。で、今回はまあどのキャラを使っても同じなんだけど、行動力共鳴というのがかかっているので、これ、ね、行動力共鳴ね。行動力のカードを使っていくと、トン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 ト。これでこの行動力が4325となったので、これが反映されて。で、はい、二つ星ですね。最近やっとルールが理解できた。はい、進めていきます。ね。なんか、そう、だから、気になっている子が、誰かに優しくしてるのを見かけると好きになっちゃうっていう話だよね。今のこのハクのね、アザラ子がね、猫に優しくしてるのを見てって、そういう、ね、ドキドキしたみたいな、そういう話です。はい、これはなんかあれだな、なんか目の前をなんか人がなんか朦朧として倒れてるのを見かけてさ、俺なんか助けようかなと思ったんだけど、ちょっとおじけづいちゃって自分なんか声かけられなくてさ、建物の中でさ、その時に俺は助けられなかったけど、俺の気になる人がなんか、さっと助けに行っていうのを見かけてさ、うん、先生呼んで、みたいな。なんか、タンカー担いで、なんかこう、そういう風なこう、人を助けてるのを見かけると、やっぱりこう、俺にはできないけど、すげえことや、すげえなって思っちゃう。そういう、人助けのできる人に、すごいなんかこう、惹かれてしまいますね。私はハク先輩と肩を並べて歩いた。闇の中で見え隠れする彼の精悍な面影、そしてその頼りがいのあるたくましいし語尾がありますね。たくましいしになってる。こういう打ち間違いがよくするわ。うん、なんかしめじのせいなのかスマホのせいなのか知らないけど、2回打っちゃうのよくあるね。よく某5チャンネルに書き込むときにこういう感じで書き込んでるような気がする。でもまあ間違ったまでもいいか、分かる伝わるし、いいかみたいなさ、雑なコミュニケーションを心がけている。たくましいし体に守られるような安心感を覚えた。
結局読めば何でもいいし、ちょっと文字小さいなと思ったら小さいもんだった。事件に無関係なことが明らかな部分に関してはコピーを所外に持ち出すこともできる。IC レコーダー持ってたんだ。IC レコーダーで、そうか。なんかボタンをポチッとしたのが時にスマホの録音ボタンを押したのかと思ったら IC レコーダーのボタンの音だったのか。それは失礼いたしました。大丈夫です。警察の役に立てるなら、それで、最後の先輩との会話が何も聞かれないように私は心の中で密かに祈った。事件に無関係な部分については気にする必要はない。はい。はい。先輩に見透かされていたようで頬が熱くなった。それで事件の方はどうですか？容疑者からはエチルエーテルとナイフを押収している。エチルエーテル。お前を拉致した件も含め、エチルエーテルってやつあるだろ。素直に認めて。CH3CH2OCH2CH3 かな。CH3CH2OCH2CH3 かと思ったんだけど、それジエチルエーテルかな。CH3OCH3 がエチルエーテルかな。ん？わからん。やばい、わからん。エチルエーテル、ジエチルエーテルじゃなくてエチルエーテル。ジエチルじゃないもんな。でも、だったら、CH3O、まあ、いや、こんな話はどうでもいい。どうでもいいかった。エチルエーテルって、エチルエーテル何に使うの？何か募集してから。なんだろうな。あれか。要は、事件の動機はホルムアルデヒド的な眠らすためのアル的なやつだか。妹は周囲から化け物扱いされ、いじめにあって家出したらしい。妹が超能力を持っていた。先輩は冷静に話していたが、私はこめかみがうずくような気がしていた。やつはいじめの死亡者を誘拐して妹の行方を探るつもりだったんだな。そのためにガードマンとして高校に紛れ込んだと供述してる。だが、やつの真の目的はお前だ。はあ、今こっちに目線を起こしてるね。奴は屋上から突き落とすのではなく、ヘリに転がそうとしてたんだ。狙撃させるにはちょうどいい場所だから。狙撃させなくちゃいけなかったの？養護施設で俺が銃を撃ったの覚えてるか？なんかちょっと思い出した。弾いた銃弾と今日の弾は同じ組織が製造したものだ。弾いた銃弾って何？銃を銃で撃ったんですか？ちょうどそれは聞きたかったんです。あの時どうして銃の存在に気づけたんですか？気流だ。気流？あの時、通常時にはない独特の気流がお前の背後から流れてきたんだ。は？しかも飛んできたのは、俺がそれまで見たことのないタイプの弾だった。それを今日、また見ることになったというわけだ。気流？それはつまりこの事件の背後ここには別の誰かがいると。ああ別というか同じというか。一人でやったと言い張ってる。警察も共犯者の存在を疑わせる証拠を見つけられていないからな。誰か裏の。だが心配するな、もうすでに手は打ってある。今回の実行犯とまた別。今回みたいな事件はもう二度と起きないから。私にできることは何かありますか？先輩が私の目を見つめる。自分を守ること、それから俺を信じること。やだ。白を信じたくはない。なんかその言葉に胸が高鳴った。しかし同時に不安な気持ちが押し寄せ胸を締め付ける。何を考えてる？自分に予知能力があると確信してからこれまで22年間のことをずっと考えてたんです。交通事故が2回と今回の拉致事件、そしてそれ以外は特別なことなんて何もなかったんです。いきなりなんか標準語丁寧語を喋り始めたな。だから今日のことがあるまでは私、自分の能力のところなんで少しも気づかなかったんです、気にしてなかったんですと。この近くのせいでひどい目に遭うなんて考えたこともなかった。いじめが原因で失踪したこのことか。ああ。はい。家族が突然いなくなるって身を引き裂かれるような心境だと思います。もし誰かが手を差し伸べていれば、あの人も事件を起こさずに済んだかもしれない。じゃあ、俺はラッキーだったな。どん底に落ちて絶望する前に。引っ張り上げてくれる人がいたんだから。いつ絶望に落ちて絶望のどん底にいたんですかね。先輩の視線を感じて私は目を伏せた。心地よい夜風が吹く。虫の音も聞こえない静かな夏の夜。
めっちゃ今外虫の音が聞こえるわ。先輩はただじっと前だけを見つめていた。月光がその横顔を優しく照らし出す。いつもの彼とはどこが違う。初めて見る姿だった。先輩もしも選べるなら、やっぱりエボルが欲しいですか？なんかこの辺の話はいつの間に通ってるの話が。守りたいと思う人が現れたら。彼は走り振り向いて私を見つめるとふっと表情を和らげた。夜明け前が一番暗いんだ。ちょっと同意しかねえのだ。夜明け前っていつなの？夜明けの前、例えば6時に日の出だとすると5時ぐらいのこと。5時ぐらいって暗いかな？やっぱ2時3時が一番暗い気がするんだけど。私は家に着くまでの間、ずっと先輩の言葉の意味を考えていた。夜明け前が一番暗い。先輩もそんな闇を乗り越えていたのだろうか、来たのだろうか。自宅の前まで来ると、先輩はいつものように両手をポケットに入れて、よそよそしくなった。あ、自宅まで届けてくれよと。あ？二人。今見ました。メッセージ文が二人になってましたよ。あのって言うか？ちょっとよく考えてみんや、文章考えてる人がさ、ハクがあのって言うか？あのはあざらこは言う、いいことすれ。このハク先輩言うか？おいって言いそうじゃない？お前とかさ。私は言葉を飲み込み、先輩の様子を伺いつつ話を続けようとした。あの時。あ、違った。ああ。違った。あのって話しかけなかった。あの時って言うとしたんだ。こいつら、同じ言葉を言おうとしてる。まだ同時に話してしまい、私たちは顔を見合わせて笑ってしまった。お前が先に言え。お前って言う。またお前って言った。お前って。はい、聞きたいことがあるんです。そう言って彼の目を見た途端、急に不安に襲われた。でも彼の手紙を無視してしまったのも事実だから。なんだ、聞きたい。夜な。先輩に歩み寄られ、私は余計にしどろもどろになった。善が出てこねえ。最近善に会えねえな。ハク先輩とバージャン。先輩、あの時どうして血のついた手紙をくれたんです？それ。長い沈黙が続き、いたたまりたくなってうつむいた。血のラブレターは一体何なのか。どうして答えてくれないんだろう。変なことを聞いてしまったのかな。私がチルと先輩の顔を見上げると、いつもの険しい顔をしている。私あの時怖すぎて封を切らなかったんです。脅迫状だと思ったので。私の言葉が意外だったのか、先輩は気の抜けたような顔をしていた。それは誤解だ。ああ、誤解なんですか。そう。それは知ってます。あ、いえ、今日誤解だったって知ったばかりで、あの時は知らなかったんです。消え入りそうな声でそう話した。先輩は黙ったままだ。あ、はい。ごめんなさい、あの手紙。そんなこと、もうどうでもいい。ああ。もしかして怒らせてしまったかな？私はひどく落ち込んだ。落ち込むっていうのはなんかもっとこう、ドーンって来てくんないですか。なんか、あ、すいません、私先輩のこといろいろ誤解してたみたいで、でも今はもうちゃんと分かってますから、みたいなさ、感じになっちゃったさ、なんか、落ち込んでる感じじゃないじゃんね。路地裏で男の人に因縁つけたっていうのも先生の誤解だったんですよね。リンさん、めっちゃ喋るやん。リンさん、ラーメン屋の店長さんからお金を受け取っていたのも、立て替えた治療費を返してもらってただけで。あの手紙をもらったところは、先輩を誤解していた。だからとても封を切る気になれなかった。高校時代、先輩は有名人でした。凶暴で喧嘩ばかりしていると思ってて怖かったんです。それにどうして先輩が手紙を送ったのかもわからなくて。じゃあ、今はどうだ？今は、なんだろうな。なんか優しい人みたいな、時々ピンチに駆けつける人みたいになってるね。彼は静かに私を見つめ返事を待っていた。なんだって、ちょっと怒りっぽくて短気なところもあるかもしれませんが、みんなが噂しているような人ではなかった。手紙は結局なんじゃったんじゃ。先輩にはちゃんと自分の目指すものがあって、その道がどんなに困難で、挫折したとしても必ず立ち上がる強さがあって、それに優しくて、優しいっていうのはちょっと違ったかな。
潔くて正直で。ちけえ。これ見よがせにや、ニヤニヤ顔で近寄ってきたら、こいつは悪いやつだからちょっと距離置いた方がいいよ。うまくまともない私の頭を、私の話を黙って聞きながら、先輩は私に歩み寄った。その、私の目に映るその顔には、笑みが浮かんでいる。お前の謝りたいって気持ちは分かった。いや、ちゃうって。ちゃう。手紙の内容なんて、もうどうだっていい。俺たちはまたこうして巡り会えたんだから。手紙が気になるだけなんじゃが、手紙が気になるだけなのにさ、なんか、こっちだけがなんか情報をなんかもてあそばれてしまった感じ、感ぬぐえず、はい、ちゅうことで25分、長っ。一本分のアニメぐらいな感じになっちゃいましたね。ということで、コイプロプロデューサー、今週はこんなところにしておきましょう。ストーリー進めますかって書いてるの気になるけどね。次はまだあの、ゲームステージなのでね。裏でクリアしておきます。ということで、コイプロしっかりなくなってしまった。今週のコイプロはこんなところです。ほんなまた、来週もストーリーをどんどん進めていこうと思います。どんどん進めていかなきゃ終わんないんでね。はい。また。